これ、まあしょうがないか、1個足んないんだから。いや、武器ねえのやだ。セーブしよう。じゃあ行きますよ。あ、バイオハザードマーク。俺ね、29歳にして初めてピアス開けたんですよ。あのバイオハザードマークの、ね、ピアスがあってめっちゃかっこよかったから買っちゃった。アイテム前から全然ねえな。どうせ道具だろ。え、サイコブレイクみたいに隠れられんのか。水、血濡れの指輪を洗うのか。これ本当にミアの結婚指輪だったりすんのかな。結婚指輪本物？2005年？まだ出会って結婚はしてないな。いや、29年、29月っておかしいだろ。ってことは関係ないか。052911っていうのは、そういう結婚記念日とかではない。ミアがしていたものと同じに見える。人形の足に入っていたゼンマイ、どこか見覚えがある。おりゃないよ。コメントなしか。よし。あれ？脱出ゲームですね。脱出ゲームと分かりゃこっちのもんってこともないんだが。なんだっけ、074811だっけ。052911か。052911。052911。行きはよいよいと。今変な発音だったな。帰りは怖いですよ。多分トトトってくるよ。さっき開かなかったとこか。ここそうだね。Eさんが見覚えがあるって言ってたのがよくわかんないんだよね。見覚えないと思うんだけどな。それとも自宅にあったのかな。何も開かない、ないんだったら開かないでくれ。あ、ゼンマイ。ああ、そういうことね。家にあったやつだ。Why is this here? え？あ？あ？あ？メロディー覚えてないとダメみたいな？いや、無理無理。再生。何かが間違い、これ手探りってことないだろうな。でも見た目じゃ判断できないからな。メロディーが多分あるんだろうな。傷か。傷合わせんのか。これ合わない。これ無傷なんだな。回んないしな。右端に、この右に
もう一個傷があるから、多分これを起点に合わせていけばいいんじゃないかな。あ、これいけてるっぽい。これいけてるっぽいな。左端にも傷あるもんね。よし。さあ、ピンセット。やっぱりピンセットなんだな。ピンセットだと人は思うところをすごいゲテモノを出してくるとかじゃなくて。鳴ったよ。そして、ヒントを見る前に、ヒントというか、メッセージを見る前に解いてしまった。ほら、走っちゃれ。走れば怖くない。ああ！これもミアなのか。もしかしてそういう絵ばっかり飾ったの？これ。何が走れば怖くないのか、怖えな。これ最後はさ、変な、でかいやつに追われながらやるとかないよね。よし、取るぞ。ピンセット。フィルム。どっかで再生できる部屋あったな。あれ。あ、ついに秘密が。わからないんかい。ふう。で、フィルマ、現像室みたいなとこあったよな。ああ、ミアか。びっくりさせんなよ。ついに出たかと思ったじゃんかよ。幻覚ミアに追われる可能性もある。ここか。あ、てか、ここにあるフィルムってもしかして。ああ、ローズの写真とかだ。フィルム。右とかなんだろうね。わかんないね。一番のお友達、お気に入り、熊のやつとか？何よりも大切なもの、ローズ自身。祖母がくれた祝福の音色。オルゴールの写真とかあったのかな？永遠の約束なし。指輪か。そういう並べ替えのやつかな。フィルム。3番が宮自身だ。多分。1番の友達。祖母がくれた。なんだ、忘れた。お友達、子守歌。子守歌が、なんだろう、なんだったっけ、忘れちゃった。あ、1個アルバムだったよね。アルバムなんかあるか？合致するの。約束、音色、ローズ自身、友達。これが、ああ、これアルバムじゃなくて、絵本か。あ、祖母がくれたの。あ、イカれてんな、あいつ。イカれてんな。あれ、これセブンでミアに襲われたとこ？違うか。井戸。SDK しか思い出さないよ、これ。なんで今のフィルムつなげてこれ打つん？うわぁ。
うわー、今のがあるってことですね。嫌ですね。フィルムが落ちた反対側には何もないのか？ない。反対側っていうか裏側か。うわ。うわ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 。あ、うわ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 。ハサミ。ああ、石膏切るやつね。これいきなり使うのか。来たとこないとこだよね。どういう建物これ。こんな出にくいとこに電話置く？しかも電話線つながってるし。What are you talking about? I love you both so much. I had to. I had to do it. ミア、嘘ばっか言うから嫌いだわ。ミアが好きだったこと一回もないもんな、俺。どこがいいの、ミアの。準備室。反対側から鍵かかってた、結構。OK。とりあえずアクセスは良くなった。じゃあちょっと時間なのでセーブしてやめますか。そうさせてくれますか。セーブします。はい、じゃあちょっと今日マジで疲れた。疲れる回だったわ。じゃあ、次回は、ここね。この扉に行くということで。よし。再開していこう。前回、ここの扉が行けるようになったんだけど、行かずに戻ってきてセーブしたんだよね。で、持ち物を見ると、ハサミがあって、多分、この石膏もハサミで取れるんじゃないかな。どっちが先がいいかな。あの部屋が何にもない可能性もあるから、ちょっと先に部屋見てくるか。あんま走りたくない。ここだね。あ、鍵か。なんか赤子みたいなくぼみがあるな。よし、じゃあ宮人形にハサミ使ってみるか。こうってハサミで取れんの？ああ、パーツ揃っちゃった感じするな。え、なんだ中身ない。中身がないです。これなんか目パチクリの。あ、目閉じてん、あ、閉じてんのか。閉じてんのしかないんだよね。で、これ置くしかないんだよ、選択肢が。他にできることないんだよな。ちょ、メダリオン調べてみるか。なんもね。よし。ちょっととりあえずはめてみるけど、まだ謎解きがね、分かってないんだよね。うん。え？開いちゃったよ。カラスの絵から全部ある何があるか見ていこうと思ったのに開いちゃったよ。え、俺意味分かってないんだけど。なんでカラスが、あのマークだったの？ヒントあった？
ょっと見てくるわ。あ、なんだこれ。あー、こういうヒントがあったのか。なんで片目だけ白いんだろうと思ってたけど、そういうことね。よし、じゃあ入っていくか、この黒魔術的な部屋に。あー、ここあれか、ビデオで見たとこだ。ビデオっていうかテープで。向こうからなんか来るんじゃねえだろうな。で、ずっと追いかけ回されるみたいな展開やめてくれよ。そういうの嫌いなんだよ、俺すごい。何の音だ。あ、そっか、井戸があるんだったな。 SDK じゃない、ロープ。警戒しろ。ああ、ゆりかご、空っぽだろどうせ。ああ、な、何もないな。入ってくか。サイレントヒルみたいだな、マジで。下見えない。あ、ん？あ、鍵だ。あ、配電盤の鍵。そう、あの、一応回ってきたときに見てきたら、帰りのエレベーターのね、道、あの、電源が入ってなかったのよ。ああ、あれ？これさっきのミヤと同じ人形だね。組み立って襲ってくるみたいな。はい、なんか入ってきたよ。透明の赤ちゃんか？道は一つしかない。怖え。こういうもうなんかね、意味わからない展開はやっぱ怖いよ。理解できないから。だってこれ何って説明できる？これ電気消えてるし。ちょっと待ってよ、鍵調べとこう。あ、特に情報はなかった。こんな部屋だっけ。あ、ミアがいなくなってる。やっぱりな、ミアっていうか人形が。終わり？終わった。まあ、何かを隠してるのは間違いないわけだな、ミアは。ってことは、イーさんは知らないってことだもんな。ミアから言われてないんだから。まあ、いいや、セーブしなくて。オートセーブ入ったし。で、配電盤に行けばいいから、普通に戻ります。開け放たれてるな。これでも、なんていうの、回廊状になってるから、変なやつに追われて逃げるパターンも全然あり得る。あ？うおー！なるほど。なるほど。まあ、そういうね、変なやつに追われるんだろうなと思ったけど、思ってた見た目じゃなかった。人形系だと思ってた。あいつが一体なわけないっていう理論？早く行きすぎると後ろから合流しちゃうっていう可能性もあるんだよね。はい、来た。外しました。あー、そういうことか。幼子のレリーフ使うのはもちろんここ。あの赤ちゃんの移動スピードがわからんけど、赤ちゃんと呼んでいいのかわからんが。とりあえず接触さえしてしまえば逆に。ここにいたんだよな。割と速いな、あいつ移動速度。
しまった、姿消した、ワープしたな、これ正面ばったりパターンだ、これ来れちゃった。続くか、続くのか。